こんにちは。ちびまる子ちゃん見てたら、まる子が先生の家に遊びに行く、お話があってですね、僕もちっちゃい時に先生の家に遊びに行ったことを思い出しました。先生の家に遊びに行ったの2回だけあるんですけど、1回目が小学校2年生の時か3年生の時で、すごい覚えてるのが、まずね、奥さんがね、なんか外人みたいな人だってよくわかんないんですけど、今思えばハーフかなんかだったような気がするんですよね。2年生だったから全然わかんなかったんですけど、それで、もう一つ覚えてるのがね、冷凍バナナを食べさせてもらったんですけど、冷凍バナナって初めて食べて、すごい美味しかったです。あの記憶がね、未だに消えないですね。バナナね、皮ごと冷凍にしちゃってるから、皮がね、すっごい剥きづらかったんですけど、あれをね、一生懸命こう剥いて、で食べる、たんですけど、すっごい美味しくて。当時アイスクリームとかそんなしょっちゅう食べれる代物じゃなかったんで、なんかね、それと似たぐらいの美味しさの記憶がありますね。で、なんか、皮剥いてからサランラップとかに包んで冷凍にしとくと食べやすいって、なんか後で知ったんですけど。でも最近、だからといってバナナ冷凍にして食べないですね。今度食べてみようかな。で、関係ないんですけど、昨日顔が、こっち側が腫れる夢を見ました。なんででしょうね。正夢でしょうか。予知夢でしょうか。気をつけたいと思います。それでですね、今日なんですけど、今日備忘録アフターレッスン、レッスンでやったことをちょいと紹介して、ああ、なるほどねと思ってもらえればいいかなみたいな感じなんですが、今回はですね、生徒さんとちょっとバストラのダブル、全然普通に踏めるんですけど、苦手っちゃ苦手な感じの人にですね、ちょっと手と足のコンビネーションで、6連、右右左左足足。これをちょっとやってもらったんですけど、最初ね、普通にテンポ上げてって、で、これね、例えばフロア2個から、オルタネートでやると、こうなって、結構こう大変なんですけど、ダブルでいけると、このままいけると、やりやすいと。ただ音量はちょっと落ちますけど、ここもね、フロアよりもこっちの方がやりやすいですけど、これも片手、右右左左でやる。こんな感じで、まあ、ボリュームは下がりますけど、何回も言いますけど、まあ、あえて小さい音で、僕昔よく使ったのが、最近全然使わなくなっちゃいましたけど、ハイハット右手2個と、スネア2個、で足で6連リズムのこんな感じで昔よく使いましたけど、最近めっきり使わなくなりましたね。なぜでしょう。ちょっとわかんないですけど。そしてこれやった後にですね、スタート地点変えて、右右左左の右手の2回目の右手、2個目の右手から始めてみたんですよ。そうすると今度右手の2個目が拍の頭になるので。それはそれで、何かフィルはできるのかもしれないんですけど、これはね、フィルをやるっていうよりも、メトロノームに合わせるのが難しいですね。ダブルの2個目が、頭になるんですけど、キー抜くとずれちゃうんで、そこをちょっとレッスンでやってみましたね。
が頭に、ここが頭になるんですね。で、やってるうちに、これ、最後の音を打つとき右手になるから、これ左手にしちゃうか、みたいな感じで、ちょっと発展させてですね。こうやってやると使いやすいですね。まあ、あの、連続でやるのもいいですけど、一発が。一回だけ入れて、他のなんか、リズムにつなげる。叩いてしまいましたね。叩いてしまいましたね。あ、これじゃねえ。あ、ね。で、連続でやるのも比較的やりやすいです。比較的ね。ダブルとか苦手な人はちょっと難しいかもしれないですけど。間違った。はい。もう一回やりますね。ゆっくりやるんですよ。アクセントは、そうですね。まあ、頭右手入れて、で、最後の左手も入れてやると、この形が比較的まとまりやすいかなと思いますけど。まあ、左手全部小さくすると、こうなっちゃうんですけど、左手を大きいアクセントにした方が。こっちの方が使いやすいかなと思います。タム、の応用的にはどうですかね。右手だけ動かす。いろいろ叩くとこあるかもしれない。まあ、左手の2個は、スネアに置いといて、置いてもいいです。ではこっち行っちゃうと、この戻りが、ちょっと大変かな。手だけ自由に移動する形でやると、連続で回すのはやりやすいかなと、思われます。はい、いかがでしたでしょうか。ですね、いつもの通りレッスンの時は最初に始めた手順とか、エクササイズからどん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 発展させてですね、最後も全然関係ないものになっちゃったりよくするんですけど、そうですね、そういうことやってるうちに、自分のかっこいいフレーズとか、お気に入りのフレーズ何回も何回も練習しますから、そうすると自分の、引き出しになりますから、皆さんもですね、いろいろと、あれこれ、いじくり回して、やってみてください。はい、ありがとうございました。